なぜこの調味料で痩せるのかをお伝えしていきますね。この動画では1、なぜこの調味料で痩せることができるのか、2、痩せる調味料とは何か、3、痩せる調味料のランキングをお伝えしていきます。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えすることで、あなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、 LINE 登録をしていただきますととても嬉しいです。それでは早速お話ししてまいりますね。では一つ目からいきましょう。なぜこの調味料で痩せることができるのかということですが、これからあなたにご紹介する調味料はすべて化学調味料や人工甘味料が不使用のものなんです。これにはですね、理由があります。痩せる理由ですが、それはこのような化学調味料というのは、原材料を見ていただくとですね、調味料カッコアミノ酸などと書いてあります。でまたもしくは甘味料の方でしたら糖質ゼロとかノンシュガーとか書いてあるもの、こういったものが化学的なものになるんですよね。こういったものを取ってしまうと、いくらあなたがその食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしてもですね、もう決して長期的に痩せることなんかできないんですよ。なぜかというと痩せ体質になることができないからです。こういったものを取ってしまうと、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えてくれなかったり、でまたデトックス工場、代謝を上げてくれる肝臓にダメージを与えてしまう。ですからせっかくですね、召し上がってこれでいいと思って食べてたものが、こういったものが含まれていることによって逆効果になってしまっているということなんです。でこれがですね、なかなかその直接食べるものって結構気にされる方多いと思うんですが、こういった調味料ですね、案外その食材は気をつけてでも、その味付けですよね、味付けにこういったものが入ってしまうと太ってしまうんですよね。ここがね、危険なポイントなんですよ。ですからダイエットに成功、ダイエットをですね成功させるためには、こういった化学調味料や人工甘味料が入っていないこと、これがもう必須の条件になってくるんです。はい、それでは2つ目です。痩せる調味料はどんなものでしょうかということですけれども、今回は私イオントップバリューさんで選んでまいりました。3つお伝えするんですが、この3つは全て先ほど1番でお伝えしました条件をクリアしている調味料になるんですよ。それでは次です。3つ目、痩せる調味料をランキング形式でお伝えしてまいりますね。では私が選びました第3位の調味料はこちらです。はい、イオントップバリューグリーンアイのマヨネーズになります。こちらはこの黒の帯で書いてあるんですけれども、調味料カッコアミノ酸を使わず卵黄のコクを生かしたマヨネーズに仕上げましたということで、こちらがですね、1つあたり 300g 入っております。で大さじ1杯あたり、約 15g のエネルギーなんですが、 107kcal です。でタンパク質が 0.3、 脂質が 11.6g、糖質が 0.3g 入っております。で原材料を見ますと、こちら先ほどお伝えしたような化学調味料ですね。でも化学調味料なんてね、書いてないんですよ。そこがね、悪いとこです。なので調味料カッコアミノ酸などと書いてあるマヨネーズは痩せることができませんから、気をつけてくださいね。ということでこちらもちろん入っておりません。でこちらですね、やはりあのマヨネーズというのはどうしても脂質がね高いですよね。油ですから取りすぎは NG ですよということです。でカロリーもやはり高めですので、もう本当に少量適量を召し上がっていただくと良いと思います。で私もマヨネーズはもうほんのこうドバドバね使ったりはしません。もうほんと適量でもう十分味わうことができる味覚になっておりますので、やはりこういった痩せる味覚になっていくっていうことも大切なんですよ。そのためには先ほどお伝えした化学調味料が入ってしまうと味覚がねおかしくなってしまって、味覚中毒になってしまいますから、そこの味覚の改善をすることが大切になります。そこで私が選んだのがこちら、第3位はマヨネーズでした。はい、続いて第2位はこちらです。イオントップバリューグリーンアイのオーガニックトマトケチャップになります。こちらはですね、カリフォルニア産有機栽培の
トマトを塩、酸味を抑えたマイルドな味わいですということで、こちら先ほどのね、マヨネーズの時はそれお値段お伝えしませんので、ちょっと前後してすみません。マヨネーズはですね 300g 入って158円税別でした。でこちらはトマトケチャップ 295g 入ってまして、お値段が178円税別でしたね。ちょっとカロリー見ていきましょう。大さじ1杯あたり、まあ、17g あたりエネルギーが19キロカロリー。もうマヨネーズとは全然違いますね。もう桁が違う。マヨネーズはもう100超えてましたもんね。トマトケチャップは19です。でタンパク質が 0.2g、 脂質が0です。0。ただ糖質が 4.3 入ってますから、やはりですねトマトはちょっと糖質高めですので、摂りすぎてしまっては NG ですよということなので気をつけていきましょうね。そしてですね、こちらの原材料名をチェックすると、やはりね嬉しいことに有機トマトが使ってあります。しかも砂糖も有機砂糖なんですよ。そして酢、醸造酢もですね有機のお酢を使ってくださっているということで、もう有機栽培の材料がいっぱい使われたトマトケチャップになります。で私このケチャップを初めてですね口にして食べた時にね、うわ美味しいと思ったんですね。やっぱり有機栽培の材料って美味しいんですよ。でそのもちろん化学調味料ね入ってませんから、もうなんともねこうツンとしたこう、薬品っぽい味というんでしょうか、普通のケチャップって味きついなと思うんですよね。私はですよ、おえってなります。これもいいってなるんですけれども、こちらは本当にね美味しいなと思って、普段のレシピにもよく使うことがあるおすすめのトマトケチャップでした。ではいよいよ第1位はこちらです。イオントップバリューグリーンアイのオーガニックレモン果汁になります。こちらは大小とね2種類の大きさがあるんですけども、私は今回の小さいタイプを購入しております。 200ml 入っていて、お値段が278円税抜きでした。でこちらとですね先ほどのトマトケチャップは JAS です。ジャスマークがついてますから、もう安心安全の食材ですよというその有機ジャスマークがついてるんですよね。食品環境検査協会って書いてありますけども、一押し、もう安心で安全にやっぱり召し上がっていただきたいので、私はこれを第一に選びました。で私はこちらをですねもう普段何にでも使うんですけれど もう一番使ってるなと思うのはですねレモン茶油の時です。私はレモン茶油、別動画でですねレモン茶油をお伝えしてるんですけれども、同じイオンさんのブランドで冷凍のスライスレモンがあるんですよ。もうそれもやっぱりまあレモンそのものですから、もう香りが爽やかすぎてですね、もう朝からはーって、ほんとアロマ効果ですよね。ほんと気分よく目覚めるんですよね。なのでそのスライスレモンを使う時もあるんですが、切らしてることもあるんですよ。切らしてた、もうレモンがないっていう時に、そうだこれがあったということでですね、こちらのオーガニックレモン果汁を茶油に入れて、あっという間にレモン茶油に早変わりということでね毎朝飲むんです。もうすごくね体が温まりますし、もう本当にちょっとじわり汗が出るぐらいで、あと朝1のねすきっぱら、もう空腹の時間飲むのが大事なんですよね。その時に茶湯で臓器をきれいにこう洗ってもらうことができますから、もう私はレモン茶湯の時にですねこの果汁を使うのもあなたにお勧めしたいと思います。なぜかというと、こちらイタリアシチリア島産の有機レモン 100% のストレート果汁なんですね。よく残念ながらまあほにゃららレモンとかね果汁売ってますけれども、香料が入ってるんですよね、余計な。もうなんで入れるのかなと思うんですけれども、香料が入るとですね美味しくないんですよね。でしかも体に良くないです。せっかくのダイエットが、先ほどお伝えした通り、そういったこう余計な添加物が入ってます。痩せ体質になることができませんから、ぜひこういった有機栽培のものを使ってみてくださいねということなんですね。でもしあなたがですねダイエットになかなか
こう成功しない、うまくいかないと言ってご自分をもし責めてらっしゃるとしたら、責めなくていいんですよ。今までもしかしたら選んでたものが悪かっただけですから、一つ一つ私がこの YouTube チャンネルでお伝えしている食材にですね、一つ一つ切り替えていってみてください。もう本当に効果がね出ます。で、私嬉しいコメントをですね、 LINE ご登録してくださったからいただいたんですけども、先生が伝えてくれていることをコツコツね取り組んでたら、本当にもう3週間も経たないうちにですね7キロ痩せたって。7キロ、もうね、私がお伝えしたことを真摯にね、もう真面目にコツコツ取り組んでくださっていらっしゃるんだなって、もうその結果が出てらっしゃるなって本当に思うんですよね。その人それぞれですよ。その方がどれだけ体重が一気に増えたのかにもよりますし、その方のペースで落とすペースってありますから、しっかりも食べながらもやっぱり落としていくのが大事になります。ですから極端なことをしてはいけないんですけれども、私が何がお伝えしたいかと言いますと、普段召し上がっていたものをですね、悪いもの、太るものを私がお伝えしている食材にですね置き換えていく、あなたが選ぶものを変えればいいんですよ。食べてもいいですから、選ぶものを変えるです。そうすれば健康的なお体になって、結果痩せ体質になって、痩せ菌が増えてくれて、あなたは痩せることができるんですよ。過去の私もそうでしたから大丈夫です。あなたも一つ一つ置き換えて、選ぶことをまずは変えてみてくださいね。さあ、この動画のまとめです。1. なぜこの調味料で痩せることができるのでしたね。それは有機栽培であるように、化学調味料や人工甘味料が無添加であるものを選んでくださいということでしたね。2. 痩せる調味料は何ですかということで、今回はイオントップバリューさんで私がセレクトしたこの調味料、痩せる調味料の条件をクリアした調味料でしたね。そして3つ目、痩せる調味料のランキング第3位はマヨネーズでしたね。イオントップバリューさんのブランドです。第2位がトマトケチャップ、第1位がこちら有機レモンの果汁でした。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な健康を毎日発信しております。ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。